横浜の夜、果たして天才と天才が融合し何が生まれるんでしょうか。タッグマッチ60分の一本勝負、その60分で何がこのマットの上で現れるのか、非常に楽しみです。武藤と丸藤が合体、初めてタッグを組みます。その相手、カズマ坂本、そしてムース組。まずはカズマ坂本入場してまいりました。2003年にデビューしました海援隊道場、そこから武藤敬司のレッスルワンを経てフリー、現在はフリーという所属でノアマットに上がります。振り返れば2007年ノア初参戦、その後もノアのマットには上がった経験がありますカズマです。過去には丸藤とタッグで対戦経験もある。今日は2度目の対戦、丸藤に対して、あるいは武藤敬司に対して特別な感情なんてないですよと本人は話していました。そのことがむしろ非常に不気味という勝間坂本です。自らをプロレス界の影と表現しましたが、果たして今日はこのタッグマッチの中でどんな役を担うということになるのか、何かを企んでいるのか、勝間坂本です。今日は丸藤、武藤がタッグを組む、その2人が一つ警戒していたノア初参戦、アメリカからやってきたムースという外国人選手、姿を現しました。アメリカメリーランド州出身、元アメリカンフットボール選手、アメリカのプロスポーツ NFL ではファルコンズ、ペイトリオッツ、コルツ、ラムズで活躍しました。現在は元 TNA インパクトレスリングに所属、インパクトグランドチャンピオンシップのベルトを巻いて入場してまいりました。 NFL 時代はポジションはオフェンシブタックル、つまり強烈なタックルを必要としたポジションです。そのムースが丸藤武藤に対してどんなパワーを炸裂させるんでしょうか。インパクトレスリング所属、チャンピオンとしてリングに上がるエメラルドグリーンの上で大きく吠えました。196センチ、140キロ、ムースです。あれから5年の月日が流れました。姿を現しました、武藤敬司、ここに見参。振り返れば2012年、5年前の同じくここ3月の横浜文化体育館でした。 GHC タッグタイトルマッチ、塩崎豪とタッグを組んで当時のチャンピオン秋山、斉藤組と対戦。あれから5年、そして今日のタッグパートナー丸藤と初めて同じリングに立ちます。引きつける一挙手一投足が会場の空気を変える、それが武藤敬司です。丸藤は言いました、プロレスをやってきて、プロレスが好きで、プロレスを見て育ってきた、だからこそあの方と同じ場所に立ちたい。2.14 後楽園ホール大会でした。わがままを一つだけ聞いてほしい、俺のプロレスキャリアの中で一度でいいから隣に立ってほしい人がいる、そう言って呼び込んだのが武藤敬司でした。その武藤敬司が待ってくれているリングにどんな心境で歩いていっているのか。
教師、今日はフードをかぶらない、仮面もつけない、素顔のままで敬意を表して、初めて同じリングに立って即握手を交わしました。会場に姿を現した丸藤、武藤が待っていました。さあ、ゲストは小橋健太さん、そして解説は佐久間和樹さんです。よろしくお願いします。お願いします。いや、小林さん、はい、小林さんはパートナーも務めましたし、対戦相手も務めました、はい、武藤敬司、はい、どんなあたりが今日楽しみですか。いや、どこまで丸藤が武藤さんを動かすか、動かすか、はい、なるほど。さあ、そして先発佐久間さん、はい、武藤ですよ。驚きましたね、これね、戦前はもう 80% 働いてもらうって言ってたのに、自らこう出てきましたね、やっぱりリングが上がると違うんでしょうかね。なるほど、やはり小林さん、そうですね、レスラーというのはそういうものですか。そうですね、もうリングに入ってその熱気で気持ちが変わってきますよね、はい、私はもう 20% 動けばいい、 80% はもう丸藤に任せるんだ、そんなことも話していましたが、先発を買って出ました。ただ珍しいですね、はい、そうですね。さあ、そしてその動きはどうか、まずこのカズマ坂本に対してその動きを止めようというグラウンドでの攻防になっています。グラウンドテクニック、武藤選手はかなり長けたものがありますからね、もともと柔道の、ね、実力者ですからね、はい、まず抑え込みがあって、そして左の腕を取りました。その息の荒さというものも序盤からもう武藤の口から漏れてきている、もう高ぶるものがあるでしょう。表情を見て、小林さん、はい、レスラー目線で見てどうですか、その表情というのは。いや、いい表情です。そうですか、はい、それに対して今は冷静な表情で赤コーナーサイドに初めてのタッチを待ち受ける丸口です。その瞬間はいつやってくるんでしょうか。佐久間さん、はい、まあ、意外と言っていいのかどうか、このリングの外ではいろいろこう2人が遭遇するという接点はあったんですが、はい、同じリングに立つというのは全くなかったわけですね。そうですね、まあね、特に丸内選手の場合にはいろんな段階に上がっていろんなベルトも取ってますし、まあ、ありとあらゆる選手と戦ってきた、組んできたという印象はあったんで、まさかね、ここにまだ残されていた夢の顔合わせがあったかっていう感じですよね。そうですか。このあたりはエルボー一つで会場を沸かせます。そして足を取っていく、ま、この武藤自身も話していたんですが、もう今日は俺たちのワンマンショーでいいんじゃないかと、そんなことも話していました。5年ぶり、このノア主催大会としては5年ぶりの登場ということになりました武藤選手です。まあ、武藤も、まあ、小橋さんの引退試合では、はい、パートナーを務めましたし、はい、それから東日本大震災復興支援チャリティープロレス、はい、オールトゲザーでも2試合そうです、2人でタッグを組んでますよね、はいはい、まあ、そういう意味で近くでそのプロレスというものも小林さんは感じてきましたけど、そうですね、はい、まあ、どうでしょう。あ、今タッチが交わされました。さあ、武藤から初めてタッチを交わされて丸藤が入ってきました。そのあたりの感触どう感じたか。さあ、ムース来ましたね。そして今度はムース。ムースは大きいですね。196センチ。ムースからもう20センチ近く、これね、高いわけですからね。いや、この体格差をどうカバーしていくか。そしてでかいだけじゃなくてね、跳躍力も抜群ですし、動けるっていうのがね、とにかく恐ろしい選手ですよね。アメリカのプロスポーツ、アメリカンフットボール NFL の選手でした。オフェンシブタックル、強烈な巨漢相手にこうタックルで投げ倒す、そんな役目を担うポジションでしたので、そういったパワーがどこで見られるのか。このあたりは、いや、佐久間さん、やはり慣れていますね、こういうね、大きな会場ね。そうですよね、もう余裕を持ってね、こう戦いに入ってきてますよね。32歳、2012年から NFL を引退してプロレスを目指してきたので、まだプロレスラーとしてのキャリアは浅いんですが、
ただ大きな舞台を経験してきています。さあ体で体当たり、落ち着いてますよね。あ、そうですか、はい、その表情も笑顔をねもう見せていますし、捕まるか、左を通す、スピードありますよ、この辺りはスピードで、パワーに対してはスピードという、マルシカ、この逆水平、小林さん、いかがですか。いいですね、あもっともっと攻め込まないとダメですよ、もっと攻めていい、非常にこういい音を響かせていた逆水平、高さでドロップキックしてくるわけですからね、これさらに空中弾もあるので恐ろしいですよ。断崖に落ちていった、ムースがそのパワー以外にもこういった飛び技も得意としている身のこなしがあります。カズマ坂本が中に返す、待っているムースです。このあたりもパワーには気をつけなければいけない。それからこの後楽しみな佐久間さん、丸藤と武藤の連携ですけども、はい、そうですね、もうまあぶっつけ本番になりますけど、2人とも好感のいい選手ですからね、何かこう感じてうまく連携も見せてくれるんじゃないかなという期待はありますよね。そうですか、まあ、天才というふうに共に丸藤も武藤も言われてきましたが、まあ、ひらめきなどもそうですが、小林さん、その天才ということに関して武藤はどうですか。あの天才っていうことは、まあ、こうひらめきを行動に移せるセンスの良さですよね。あ、ひらめき、ひらめくのは誰でもひらめくと思うんですけど、それを行動に移してうまくやる、そのセンスの良さ高い。あ、なるほど、はい、この戦っているでいろんなこうひらめきというのはレスラーは頭に思い浮かぶ、はい、それを即こう行動に移せる、はい、パフォーマンスできるそのセンスの良さですね。それもうまくできる、はい、センスの良さもが天才、いわゆる一つの天才はそれだけじゃないですけども、一つの要素であると思うんですよね。なるほど、大きな要素。さあ、そして丸藤は、いやしかし抱えられたか、いやこれを返されていきます。そして先頭、これをかわしていったかどうか、ただ止めるかと、ここで飛んできた、今度は2、危ない。ちょっとこのスピードは丸藤にとってちょっと予想外でしょうね。やはりそのパワーの情報入ってきたと思うんですが、はい、ここまでこう動ける選手という情報はおそらくですね。そうですね、やっぱ動きで撹乱するというのは丸藤としてはやっぱ一番いい方法だと思ったんですけど、それにやっぱついてこられてしまっているというのが今のところ誤算ですよね。丸藤の動きにある程度こうついていける。そうですね、あとは力でも切り返してきますからね、さあこのあたりは丸藤が捕まっている。まずは風間坂本、ぐったりとした丸藤に対して、一方小林さん、はい、あのその天才というキーワードで言えば、はい、丸藤というのを改めてどういうゆえんでの天才と呼ばれるようになったんですか ね。丸藤は非常にプロレス頭っていうプロレスの ことを考えてる、こうアイデアがすごく出てきますよね。プロレス頭、プロレス頭を持ってますね。アイデアですか、いろんな、これはその試合中ですか、それともそのレイン試合中も、だから、まあ、天才っていうかプロレスのことをよく考えてるんでしょうね、はい、当然それに伴う努力であったり、だからもちろんそうです、天才だから努力しないんだけど、天才は努力しないと天才じゃないんです。でも僕側の人間、僕側の人間はもっと努力しないと天才には勝てないってことです。いやいや、ただ、まあ、でも天才に絶対勝てないわけないんです、はい、人間というのは絶対天才だからと諦めた時点で勝てないです。なるほど、諦めな、人間諦めなかったら絶対勝てるんです、はい、ただ間違いなくそういったものを持って生まれたのが、そういうセンスの良さを持ってるっていうのがやっぱり天才ですよね。なるほど、はい、さあその天才と言われるゆえ今度は丸藤が見せるということになるのかどうか、捕まった、そのままスパイダーに行った、カウントボール。今レフリーの手を見ながらカウントを佐久間さん見ていましたね、はい、そうですね、本当にね丸内のこういう攻撃も冷静に切り返してきますよね。あ、なるほど、かなり研究してきてるかもしれませんね。そうですか、ムースの方ですね。そうですね、ムース面白い選手ですね、いい選手です、はい、
このあたりもちょっと面食らっている部分もあるかもしれませんが、どう軌道修正していくか。丸藤抱え上げられて、あーと小林さん、あ、今突っ込みましたね。これですね、はい、ここがすぐ行動に移せて、はい、それをうまく行動に移せる、上手に行動に移せる、はい、あの瞬間空中でひらめいて切り返していけたのが丸藤。そうです、うん、でも9割以上は僕の方です。そうですか。あ、9割以上は僕の側の人間ですから、天才と言われるのはほんのわずかの人間ですけど、ドラゴンスクリュー特攻。そうなんですね。さあ今度はまたタッチを受けて武藤圭司、あ、そして膝、そしてもう一度耐えてドラゴンスクリュー、うん、武藤圭司も話している。やってますよ。さあここからシャイニングエンザード、カウント、ここはムースが飛び込んできました。10分が経過しています。ドリームタッグ結成、武藤、そして丸藤、いやーもう1本いった。あ、今佐久間さん、ムースの受けが不十分でしたよね。そうでしたね。ちょっと足ダメージあるかもしれませんよ。ちょっとそのですから小林さん、どうなんでしょう、初めて対戦する相手の技という部分で、そうですね、今変な方向に飛んできましたね。ちょっと反応する方向、はい、受け身を取る回転と逆でしたかね、はい、膝がちょっと心配されますが、ムース果たしてどうか。ゆっくりと立ち上がって今、逆に効いたかもしれないですね。そうですね。これはヘッドバットを肩越し肩に、今のちょっと足にダメージがあって、やはり、うん、少し高さがなかったですよね。その影響ですかね。ちょっとムースの動きが止まりました。今右膝のあたりを気にしている。こうなると武藤、丸藤、この2人にとって活路をもう一度見出していく、そんなきっかけになるでしょうか。一方カズマ、坂本、そして至近距離からのテイクドロップキック。武藤圭司というのはプロレス界の光と呼ぶべき存在なんだと和馬はそう話していました。いやいや、ですけどそのプロレス界に自分のような影があるからこそ成り立つんだと不敵な笑いを浮かべていた和馬、坂本。さあそして丸藤はそれに対するラリアット、かわしバックに回るか、バックをもう一度取る丸藤、追いかけていくラリアット、かわして、あー、この辺りは相手をちょっとかく乱するような言動がありました。あっと、この辺りは武藤の目の前でというそんなパフォーマンスですが、カウント2。やっぱカズマもね、なかなかこう人を食ったキャラクターというか試合運びうまいですからね。そうですね。ムースと初タッグですけど、彼が戦いやすいようにコントロールしているところもありますよね。そうですか。この辺りがいろんな、まあ、国内海外合わせて、あ、この辺りは軽快な動き、いろんなマットを経験しているキャリア豊かな辰馬、坂本。ただここはそれに対して、あっと地獄すぎ、丸藤切り返していく。さあ丸藤がどうする、捉えて持ち上げるか、かわしてトラスティック、カウントはカウントは2、カウントは2です。丸藤と武藤の初めてのタッグ、ドリームタッグ結成という今日の試合、キャリア18年と半年、その中で間違うことのなかった両者。それに対してムース、いや、自分の雰囲気をこの会場作り込んでいく。しかし見ていた、こうこうだこうだ、さあ狙っている武藤、シャイニングウィザード。そしてタイガーフロッチの体勢に入るか、あーっとタイガードライバー。さあそしてもう一度狙っていく、狙っていく、両者の共演か、あーっと共演、両者の共演、天才と天才の融合、知らない。カウントは
この試合一つの点で終わるのではなく、それを線にしていきたいと含みを持たせていました。一方タッグをラブコールを送った丸藤は、僕にはもう一つ下心がありますからと話していましたが、佐久間さん、はい、ちょっとこの先何かが生まれるかもしれない。そうですね、まあ、組んだことによるさらに、ね、継続なのか、あるいは今度は向かい合うのかというところですよね。そしてムースも今互いを健闘を称え合いながら、武藤は一足早くこのリングを後にする、その大きな背中が何を語っているのか。そしておっと、丸藤とカズマ坂本握手を交わす。先ほどはムースとも握手を交わしていました。この特別な試合ドリームタッグ、この先夢の続きは果たしてあるんでしょうか。憧れの選手、このキャリア、来年デビュー20周年を迎える丸藤にとって何としても隣に立ってほしかったという武藤敬司、それが実現しました。武藤敬司、次リングで会うときは対角線に立ってください。今日はありがとうございました。小林さん、はい、これは今度は対戦したいという丸藤ですね。そうですね、今対戦要求でしたね。そうですね、はい、小林さんも武藤とはパートナーであり、そして対戦相手も務めました、はい、やるとパートナーをやるとまた対戦したくなる、そんな思いもやっぱりあるんですか。そうですね、僕は対戦から最初でしたけど、はい、このあたり、まあ、面白い選手ですからね。そうですね、今の最後 の シャイニングウィザードとこうの合体っていうのも極めて、あれを行動にうまくできるっていうのは天才だと思います。まさに天才と天才が融合した瞬間でした。今の発言聞きますと、次はということになるんでしょうか。まあ、まだまだ分かんないな、まあ、正直、ね、当初の予定では 20% 俺が働くと言ったけど 15% しか働いてねえな。いやいや、先発も買って出ましたし、まあまあ、今丸藤選手到着しました。すいません、お前出すねよ、終わってから、お前白いものが見えちゃいました。俺コメントで一生懸命持ち上げてコメント、今はもう一人でしてたんだよ。だあんなコメントされたら、いや、これやっぱりあんなこと言わなきゃよかったと思ってさ。改めまして丸藤さん、はい、どうぞおかけください。夢のタッグ、もう願い叶いましたが、いかがでしたか。いや、お客さんのね、気持ちからもう最高からも乗ってたんで、すごいやりやすかったし、なんかなんていうのかな、すごい自分の中でもやっぱなんだかんだ言ってももともとねプロレスが好きから上がってるレスラーなんで、僕はすごい幸せな空間でした。そんな夢のタッグ、先発武藤さんでしたが、そうですね、まあノアファンの皆さんは今日はあの声援を聞いてもらった通り、武藤さんのこと本当に楽しみにしたと思うんで、それは良かったと思います。武藤さん、ちょっとお隣、丸藤選手もかなり興奮気味ですけど、いや、ね、正直、ね、試合やる前は、その亡き、ね、三沢社長の面影をとかどうとか言ったんだけど、そんな面影見えなかったですね。やっぱり丸藤は丸藤で、もしかしたら心の彼の心の奥には三沢社長の、ね、魂っていうのが入ってるかもしれない。この外見はやっぱり丸藤は丸藤で、やっぱり時代っていうのは、ね、踏み潰していくものだから、うん、これからも踏み潰して、ね、新しいこのノアというものを本当に作っていってほしいですね。で、ね、まあまあ成り行きでああやって言ったけど、もし本当にその、ね、俺を踏み台にしたいと思った時はもう俺も本当にコンディションを整えて、うんうん、踏み台になってやろうじゃないかと、ちょっとだけ思います。丸藤さん、試合後のコメントも含めて今の武藤さんの言葉を受けてどんな今心境でしょう。いや、そんな武藤さんと
体格戦に立つなんて恐れいいことなんで、はい、とか言いながら、でもね、やっぱり夢っていうものはね、見続けていいと思うし、それが叶うか叶わないかわからないですけど、うん、やっぱり俺もそうですけど、お客さんがね、こうワクワクするような、そういう空間、そういう会場にどんどんしていきたいんで、はい、これから何が起こるかはわからないです。丸井さん、試合終盤には連携といいましょうか、2人での攻撃出ました、このあたりというのは、あうんの呼吸ですか。いや、僕はもう武藤さんのことを見てきたんで、はい、あの普段はあまりプロレスのこと考えないんですけど、今回ばかりはちょっと。だけど最後のあの連携、お前何してくるのか、俺、想像つかなかったんだよ。だから勝手にやっただけなんだけどな。そこはもう、僕は武藤さんを信用してるところなんで、はい、楽しかったです。さすがそのあたり武藤さん、天才同士と言いました、ジーニアス同士と。いや、どうして、俺は凡人ですよ。俺は努力の人だから。ただ、はい、ファンの皆さん夢も見ましたし、この先の夢というのも、まあ、先ほどのお話にもありますけれども、まだまだ続きがあるのかと。だけどそれやるにはやっぱり、もう少しコンディション整えてこなきゃ、ね、あのノアファンに対しても失礼だろうし、丸藤に対しても失礼になると思うから、まあ明日からも日々精進してきますよ。最後に丸藤さん、またその先があるのかどうかも含めて一言お願いします。そうですね、まあでも基本的にはやっぱりこのノアというものをしっかり再生させていかなきゃいけないんで、なんか叱るべきタイミングとね、そういうコンディション的なものがもしあったならば、また武藤さんに連絡しようかなと思います。はい、まずは電話番号を聞くとこから始めます。じゃあこの後ですね、あの内田さん知ってるぞ、俺の電話番号。そうですね。そうそうそう、じゃあ変えてないから知ってるよ。じゃあこの後も問題なくと。まあまあ、まあ、ただあのカズマはともかくちょっと相手の外人良かったよ。はい、うん、良かった強烈だったわね。うん、まあ、今回インパクトレスリングとの対抗戦という図式にもなったんですが、いい選手がまたね上がってきましたね。はい、まあ、またこれをきっかけにああいう選手が上がってくることもあると思うし、なんか僕とかが行かせてもらうこともあるだろうし、はい、どんどんやっぱりそのグローバルという名に恥じないような団体にね、あの先輩たちが作り上げようと思ったそれ以上の団体にできるように頑張りたいと思います。はい、また夢の続きを楽しみにしています。はい、ありがとうございました。はい、どうもどうぞ。ありがとうございました。